で、投票してください。お願いします。はい。一 <laughs> が、もう一回言いますね。一がロング、二がそのままぐらい。三が、えっと、外ハネぐらい。外ハネぐらい。外ハネにできるぐらいの短め。さて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 。どうでしょうか。あ、ポニーとか、そういうアレンジ系だと。 長い方がいいのでロングに入れてくださいまあ、今ぐらいでもいいか <laughs> じゃあこれは29分ぐらいにあのアンケートを終わらせるのでその間入れてみてください,はい <laughs> 結局どれにしても似合う本当ですかいやでもなんかすごいいろいろ自分もなんか 写真見返したりするんですけどやっぱ長い時はあ短いのに戻りたいなって思うし短い時は長くしたいなと思うしすごいもうないものねだりなんですよいわゆるうん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 あ何の投票ですか今来たの今来た方ちょっとじゃあご説明しますねもう一回えっと今髪型が何がいいかなっていう投票をしておりまして一番が ロングにする。二番は今のまま。三番は短くするの三択です。はーい。ちょっと二十九分ぐらいまで待ちましょうということで、その間に、その間に <laughs>、ちょっと喉が渇いたので、お水を飲ましてください。のよ <laughs> したー、ちょっとなんか、やっぱ喋ると声が。 声が調子が悪くなりますね今日歌おうかなって思ったんですけどなんか歌歌の練習もし,したんですよ今日歌の練習もっていうかなんか声出しもしとこうとか思ったんですけどなんかうーん悩んでますはい <laughs> お水の飲み方癖強よ本当ですかちょっとねやっぱちょっと画面外に出て飲みましたけど懐かしいこのお水を飲む 感じのやつ。<laughs> 歌ってああそう。今日はね。やっぱ君しか勝たんが明日発売だから歌った方がこうやっぱ宣伝になるかなって思ったんですけどね。ああ。えっと僕って聞こえた。本当ですか？すごいマイクすごい！マイクどこまで。<laughs> ちょっと私が。あとね、話さなきゃいけないことは？ 時が話した髪型も話したえっ、ー、とあーローソンさんも話したあーオッケーオッケーあと三つぐらいあります <laughs> マイクすごいえすごくないどこからどこから音とここかここだここだ <laughs> あーそう世界にはてんせんてん待ってどっち世界にはセンキューが触れている ね、めちゃめちゃ多分歌の振り分けがすごく難しいからなんか歌ってみたいなとは思っているんですけどコーンローにしてるあー新しいでもそれも新しい一歩かもしれないですね <laughs> うんうんうん <laughs> 見とこう <laughs> 全然伝わあの最初に二期生局聴いた時の始まり方がもうめちゃめちゃ水戸黄門のテーマだっていう話題になりました <laughs> <laughs> あそろそろもう締め切りあもう3十になってる終わりまーすじゃんお三3が一番多い 12はほぼ同じぐらいで3が多いってことはあ切ってほしい方の方が多いんだなるほどいい意見をいただきましたありがとうございますまあ404420何20何って感じだったのでまあすごい劇的な80みたいな感じではないですけどでも40あるんだなるほどすごい。 ありがたい実験結果実験結果何て言う検証結果検証結果ちょっと分かんないけどああしいですありがとうございますこれそうあくまではさん参考なんですけどあの今度ね髪切っていいよみたいな時はあの考えたいと思いますえでもそういうなら切ろうかななんかうん <laughs> 割と差があるなってどれも似合うから外姉がまた見られるのまあ外姉 すごいそんなあの見たいって思ってくださってる方がいるならばっていう感じなんですけどはい <laughs> ありがとうございましたこれがねずっと聞きたかったんです私は前ねあ,のあだ名の投票も申しましたけどちょっと参考にさせていただく場合があるのであーっとねあーそうポニ,テポニーテールはまたどっかの機会でやれたらなって思いますでも明日の チアがもし髪型とかあの結んでよかったらあの結びたいなって思ってます <laughs> なので是非チアガールになれるなんてなかなかないですからねでもチアガールってでも結んでるイメージありますしあじゃあちょっとあのまだね話したいことあるので <laughs> それ話してで時間終わったら歌,歌えたらと思いますはいえっと <laughs> グッ, <laughs> グッズが出ましたの話ですグッズが出ましたの話ネタ盛りだくさんなんですよそうちょっとね伝えたいことが、ね、結構たくさんあったのであの昨日かな君しかかたんのグッズがね発売発売というかあの公開されましたあの今回私びっくりしたのが生自身にサインが入ってるかもしれないという。 ことなんですよ私たちも知らなかったんですけどあのサインを書きます <laughs> なので楽しみにしててくださいあとは今回ねなんか結構新しいグッズが多かった気がしますね私が気になってるのはホワイトボードもうなんかこういう配信とかあのみーぐりとかでも使えるなぁと思ったのと <laughs> あとそう傘,傘も可愛かった傘この時期使うしなんか私とかは写真撮るの好きなのでなんかカラフルな傘すごい映えると思うので <laughs> いいなって思いましたそうパジャマとかもあの私たちはなんか見えぐりとかでパジャマ着て見えぐりなんかその着てやるのも可愛いいかなって思いますしうんいいなって思いました 大喜利大喜利用なんですかあれ大喜利する機会なんて日常生活ではないないですよねあんまり <laughs> 私たちのあそういうことか私たちの番組内でのフリップがあれになるかもしれないっていうことですね <laughs> そうそうこれねグッズの話は今回にしときましょう是非見てねっていう話です <laughs> そして あこれも用って持ってたんだ。そう TikTok を前にゆうちゃんと撮ったやつがなんか何本か上がってるんですけど見てくれましたか？<laughs> そうあの TikTok こうあの君しか勝たんの曲とかでやろうっていうのをこう今そう結構いろいろメンバーで考えてたりして <laughs> あのニウちゃんと一緒に そうやったんですよ。あの企画は私が考えて編集はにぶちゃんにしてもらってます。<laughs> 私がこうやってジャンプしたら変わるやつをやりたいってすごいすごいあの熱量で伝えたら一緒にやってくれました。<laughs> そう結構ねだから TikTok 初心者なんですけど。 なんか結構いっぱい見たくなる TikTok 撮れたらなと思ってて、まあ、今後またちょっといろいろ出てくると思うのでぜひ要チェックです <laughs> もう2個ぐらいでも上がっちゃったんですよね私もないっぱい撮ったけど結構あと数本なのでまた考えたいと思います <laughs> 4万人の方ありがとうございます <laughs> じゃあそろそろフリータイムにしましょうあと25分なので 皆さんなんか質問とか質問とか質問待ってますアイシャドウ何使ってますか今日は今日はえっとキャンメイクのやつですアーバンコッパーっていう名前だった気がしますはい「<laughs> 春日語いって」って書いてある ええー、うましみ。<laughs> あの春日語カレンダー、もうみんなの家にあるんですよね、日向の。私も毎日めぐってます。<laughs> でも日、日向坂の、あのデビューの日が、あの日向坂の猫、ね、あの春日語になってて、すごい感動しました。<laughs> えっと。次の余計なことまではいつ出ますか。あ。 もう少しじゃないですか <laughs> あの回ってくるので多分もう少しです <laughs> この間ね収録しました結構あのなかなか面白い回になってると思いますうん。おすすめのボカロ曲 <laughs> ボカロ曲の話来ちゃったもうなんかみなさんにたまに言われるんですけどあのひなっちょいの CM が の時流れてて私のなんか私の発言がずっと使われてるから <laughs> そうそう言っちゃったからねい本当に好きなんですよこれは本当に、うん、好きな曲は何て言ったやつとあるかな、えー、難しい本当にいっぱいありすぎて「ファイヤーフラワー」が好きですじゃあ「ファイヤーフラワー」にします <laughs> はい 好き CM がねずーっと流れてるから背中がいいのいや違います癖です <laughs> あ好きあほんとな共感するほんまかって言われたいやあ,りあちょっと待っていっぱいいっぱい来るいっぱい来る <laughs> 体感は確かにないですけどあのあのあのこうやってわーってなっちゃったやつはあの稀ですまだ1回しかあれは1回しかやってないのであれ以降はちゃんと成功してます <laughs> あ待って待って待って,待ってうーん持ってんで持ってないです持ってない <laughs> めちゃくちゃ危なかった確かになんかあれはから見てたらすごい危なそうでしたね怪我には気をつけてはいもう怪我だけはしないように安全第一で明日ね楽しみにしててくださいえっと待って <laughs> うわ、ん、うん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 スクショタイムお願いしますスクショタイム作りましょう今日も何がいいかな どうですかちょっとカタンカタンを意識しましたえっとうんうん入社 <laughs> の脇を見ることについてどう思いますか。<laughs> うわ、それはちょっとな。あハハハ間違ってないですね。あの本当にやってしまったことは認めます。けど。 いやけどじゃないない <laughs> けども何もないですねそれに関してはなんかその時は何にも考えてなくてニブちゃんがいたのでニブちゃんの脇を覗き込んだっていうそれだけです <laughs> なんでそんなことしたんですかわ <laughs> かんないいやわかんないです私もえー、なんでだろうね本当にわかんない <laughs> あのうんごめんなさい <laughs> んと <laughs> でも他の人にはまだしてないからちょっと今後気をつけたいと思います脇を覗かないようにしたいと思いますあでも一回志保さんに脇を覗かれたことがあってで <laughs> なんかそれが連鎖したわけじゃないんですけどなんかあ脇を覗くっていう風習があるんだと思っていいかなと思って <laughs> ああ面白い <laughs>。 いやーコミュニケーション術なんや,いやそれしてきたらもう最初初対面の人には本当にダメですよやったら本当に惹かれますよ <laughs> もう一番仲良くなったもう最上級の,あの友達までいかないとちょっとダメですねああ 今日はね誰にも会ってないんですよそうでもにぶちゃんもねショールームやりたいってずっと言ってたのでまたいつかやるんじゃないですかね。<laughs> 疲れてないのうん全然もう今日は本当にショールームをやるやる詐欺を何て言うんですかねメッセージずっとしてたわけですよだからいつかやらなきゃなーと思ってたのといいタイミングだなと思ったので今日やりたかったというだけです。はい 志保 <laughs> さんの寝顔写真うまく撮れてるんですよこれがもうずっと待ち受けにしてるんですけど私はそろそろ変えなきゃなとか思ったりもするんで。